とって忘れられないテレビドラマが放映されました。司馬遼太郎原作、坂の上の雲。海上自衛隊も撮影に協力したこのドラマは3年にもわたって放送され話題となりました。もともと原作ファンだったという方もいらっしゃれば、ドラマを見て好きになったという方、そして実は本日のお客様の中には時代考証を担当された東京音楽隊の元隊長谷村政次郎さんもいらっしゃいます。ありがとうございます。この谷村元隊長が軍楽考証を担当されたんですけれども、このように現職の頃に撮影に協力されたという方ももしかしたらお客様の中にはたくさんいらっしゃるかもしれません。実はこの坂の上の雲が9月8日今週末から再放送されるんだそうです。皆様ぜひチェックなさってください。あの感動をもう一度ということで、次はこの曲をお聴きいただきましょう。坂の上の雲、メインテーマ。